さあ、毎週月曜のこの時間はこの学校のウルトラサーバーにある秘密の研究室からパフューム研究員が登場。今週でございますね。今週まずでございますね。キャラどうなっちゃってる。さあ、今月中に書き込まれましたパフューム掲示板のメッセージを研究していきます。パフュームロックス。Perfume Locks Starring Perfume。 10月の Perfume Locks 掲示板を研究せよ。じゃあ掲示板を見ていきましょう。はい、はい、まずは学校掲示板から。うん、先日のアーティスト掲示板相談室宛てに、うん、私たちが書き込んだメッセージにたくさんのお返事あら、うん、ついててね。おみんなありがとうね。ありがとう、ありがとうございます。あね、私あーちゃんが相談したのがね、うん、お風呂に入ると必ずのぼせます、うん、適量を教えてください。あ、そうだっただったんですけど、うん、大阪府の足長あーちゃーくんが、はい、皮膚がふやけてきたら上がるサインです。あ、そう、なるほどね。皮膚ってどこが？指がさ、指ね、うねうねうねってなるのよ。シワシワシワって入りすぎると。でもさ、うん、iPhone7 にしてしまっとるけさ、うん、お風呂の中に携帯持ち込んでしまっとる場合、うん、携帯触っときゃふやふやならんのよ、指は。わかる。そっか、お湯につけとらんけんじゃろ。そうよ、うん、あ、だからならないんだ。やっけ、わからん。わかんないね、あーちゃん。足の指見る？足の指？あの、一旦外出るんじゃろ、一回なんか取りに行くとき、うん、その時に足見てみる、うんうんうん、はい。でもその場合早めにもうなっとるよ。そっか、なっとるか。ブヨブヨは。そうだね。じゃあアーチャー君的にはもうなった時には上がるサインだって。結構早めにじゃあ上がるのかも、ね、ちょっと短いのかもね、うん、もうちょい行きたいんじゃ、ね、アーチャー。次、東京都のリアルガチな男くん、うん、30分くらいがいいと思います。おう、あとのぼせるなら風呂場に水を持って行って水分補給するとものぼせないかもしれないです。うん、あ、なるほどね。30分ぐらいじゃないっていうのが非常に多かったと。なるほど。そうなんだ、30分なんだね。うん、いやー、じゃけな、そのな、ステージじゃないんじゃ、私は。どういうことよ。それじゃあ足りんのんじゃ。ステージがもっと高いのか。分数じゃないんじゃ。ああ、状態のことを言っとんじゃ。そうかそうか、うん、体調とか体で反応分かるやつが欲しかった、うん、それじゃ。皮膚がブヨブヨになるの早めじゃし、うん、30分言うんはな、それはちょっと本当に目安でしかないけんな。あ、確かにね、うん、日によって違うしね、体調とか気温とか。うん、ほんでもう一個な、うん、大阪府の梅干し大福1号くんは、うん、くるぶし、くるぶし、くるぶし、いえ、時間の話っていうやつですね。くるぶしがどういうこと？どうしたの？じゃけ、もうくるぶしで入るのやめときって。え、はい、お風呂入るのくるぶしまでってこと？湯の量が、あ、すごい。適量って言ったのが湯の量だと思った。なるほどね。体をどこまで入れるんかいうことじゃ思ったんじゃな。まじけ、ふくらはぎまで入れたらあんたもうのぼせるじゃろうけん、くるぶしまでしときさえて。まあ、それは確かに一つの方法かもわからんな。そうだね、確かにのぼせんかもしれん、うんうん、でもな、時間の話なんじゃ、状態の話だったんじゃ。残念。あんまりこれちょっとしっくりこんかったの。しっくりこんかったね。引き続き募集中じゃ。あ、そうだね、うん、教えてあげて。そしてね、私のっちが相談が、うん、得意料理を聞かれた時に、あ、この人料理上手なんだなって思われる料理を教えてくださいだったんですけど、うん、多かったのがね、肉じゃが。肉じゃがが多かったんだって。肉じゃが好きなん、みんな。生徒のみんな10代の、うん、その肉じゃが進行は何なんだっていうぐらい来てたと。へえ、 20% ぐらいが肉じゃがだった。そんなに。確かに料理はたくさんあるもんね、うんうんうん、イメージなのかな。母さんが作っとるっていうか、うん、うまい人が作る人って煮物とか、うん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 、でも肉じゃがって実際男の人あんま好きじゃないじゃん。あ、そうかな。甘いものでご飯は食べれんっていうね。はぁ、へぇ、そう、これで、ね、へぇ、そうなんだ。しかもじゃがいもじゃし、うんうんうん、じゃがいもとご飯食べれんみたいな。へぇ、お肉多めとか、うんうん、お野菜も、うん、
ね、あの手本入れたりするじゃん。なるほどね、うんうんうん、へえ、まあでもじゃあ10代の心つかむには肉じゃが得意なんです、うん、あんた10代ってなんか危ないよ、うん、何言うかよ10代の心はつかまんでいい10代を何を魅了しようとしてる、うん、料理でつかまんでもいいだって食おうって話じゃないから怖いよ怖い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 好きになってほしいっていう気持ちじゃない。それでそこでちょっとゲットしようとしてんの、うん、作れもせんのに作れるようになるから。なるのね。これからなるために項目が欲しかったのね。そうよ。あとはね、福岡県の猫を愛する暇人ちゃんは、はい、とにかくオリーブオイルを使った料理はどうでしょうか。はー、オリーブオイルを使ってるとそれっぽく見えます。あのモコミチ的なね、的なね、確かにね、高い上の方から胡椒というやつね。サラダ油じゃなくて、うんうん、全部オリーブオイル。いいかもいいかも。そうじゃない、アヒージョとかね、アヒージョねとかね、いっぱい使うしね、オリーブオイル、うんうんうん、なるほどね。あとは大阪府の13歳のおっちえもんくんから、おっちえもん、お寿司がいいと思います。やべえなこいつってなると思います、うん、やべえなこいつだね、うん、結構やべえ、間違いない、まあ、急に右手でシャリこう掴んだだけでご飯できてるみたいな。どういうタイミングでお寿司食いってもうできるだいぶ修行しないとね、そこまでいけない。すんのせてすっ出てくるみたいな過去に訳ありみたいな感じよね。間違いなくうまいよね、うん、やばいやつには見えるとは。確かにね、うん、いろんな意見があったんだね。ありがとう、はい。そして私歌集家が書き込んだ相談が、うん、最近のバンドの名前が曲名かどっちか分かりません、うん、覚え方教えてくださいっていうのでした、うんうん、来てるのが、うん、分かる、うん、ググるが結構多かった。はググる、うん、あ調べるんだって。あーなるほど、ね、みんな分かんないんだな、うん、みんな同じ悩み持ってたんだね、うん、若い子でも、うん、そして東京都東京ドラゲナイちゃん、はい、略してみた時にアクセントで略されるのがバンド名じゃないでしょうか。ほう、ヤバティ、うん、セカオワみたく、うんうん、それに対し一部分が切り取れるものが曲名だと思う。難しい。でもさ、バンプオブチキンとかも長いけど、バンチキンみたいなこと。そうそう、あれはバンチキじゃないじゃん。そうだよ、聞いたことない。バンプはバンプだし、うん、ね、難しいよね。だってラッドウィンプスもラッビって言われちゃう。ラッビラッビラッビって言われちゃう。難しいよね。あ、ラッドみたいなこと。ラッドって言うじゃん。でバンプって言うじゃん。うんうんうん。あ、なん難しい話だな。じゃあ結構規則性はないよ。そうね、難しいよね。うん。そして沖縄県凛とした香織くん、うん、スラッシュの左辺が曲名、うん、右辺がバンド名のことが多いです。だいたい曲名が先です、多分。確かに紙に書いてある時の話ね。確かに。でも逆のこともあるよ。いやこれがあるよ。一概には言えんのじゃ、ね、そう、逆があるけ、うん、ルールが決まっとらんけ分からんのじゃ。そう、そうスラッシュは気づいとる。同じもんを見とる。あ、いつもよう見とる。同じもん見とんじゃ。沖縄東京にもある。多分凛とした香りより長い年数見てるから、ね、ちらの方が。そうかもしれない、うん、その仕事やっとる、やってるからね。いやー3人ともちょっと悩みが深いですね。まだ、そうそうだ、ね、全然解決されんがな。うん、しっくりこんかったな。これはちょっともっともらうか。もうちょっともらいたいね。たくさん来たんじゃけどな、うん、一旦ここまでのみんなありがとう。ありがとう。そしてこれからも募集してます。お願いします。私こんばんは、かしゆかです。どっちです。あーちゃんです。3人合わせてパフュームです。よろしくお願いします。引き続き10月のパフュームロックステージ版を言及せよ。では引き続き書き込みを紹介していきましょう。はい。はい、長崎県20歳女の子、ラジオネームひーめんちゃん。ひーめんちゃん。初めてパフュームライブに参戦しました。ありがとう。もう最高でした。お、初めてだったのですごいドキドキしてたんですけど、始まったら興奮してはしゃぎまくりました、うん、瀬取りも演出も最高でずっと鳥肌立ってました。うん、5歳のいとこもパフュームファンになったみたいで、帰ったらずっと曲を聴いていました。長崎から来て本当に良かったです。お、福岡ヤフオクドームも参戦します。楽しみにしています。わー、ありがとう。どっちも来てくれるのね。ありがとう。
大阪に来てくれたってことかな、ね、長崎から初めてPerfumeライブに参戦って、うん、すごいね。しかもいとこも連れてきてくれたんじゃない。5歳、うん、かわいい。嬉しいね。嬉しいわ。続きまして、兵庫県19歳女の子、ラジオネームりょうちゃん。りょうちゃん、うん、Perfume6 ツアー京セラドーム公演 2days 参戦しました。うわ、どっちも。前回のアリーナツアーもいくつか参戦しましたが、さすが最終章、チーム Perfume さんはリアルガチ本気でした。リアルガチ本気でした。1日目と2日目で少し変わったところがあったのですが、ほう、すごいね、気づいたね。あそこであれが少し入るだけでとってもかっこよかったです。結構ね、変更点はあったけどよく気づいてくれましたと。あと不意打ちであの曲はずるいです。涙が止まりませんでした。あれかな、あれだね、間違いない。あの会場の中で自分が一番楽しんだ自信があります。体も声もバキバキになりました。人生で一番濃密で幸せな2日間でしたと。嘘、人生で19年間でやばいじゃん。ありがとうございます。嬉しい。そうだね、京セラドーム 2days は京セラ1日目だったから、初日やって あそこはあれした方がいいじゃないかとかいう変更点がいくつかあって、曲も増えたり変えたりあったので、その変化にね気づいてくれたのは嬉しいね。すごいね、すごい、その変化に気づけるほど1日目の記憶がすごいってことだしね、強烈だったんだよね。ほんで体も声もバキバキになったのと。すごいね、あの会場の中で自分が一番楽しんだ自信あるって、最高だね。最高、嬉しいわ。メッセージでした。ほんまにありがとう、ありがとうございます。さあ Perfume さんは次のライブが11月3日4日の名古屋ドームライブ、これ初めてよね。て名古屋ドーム初めてですね。ねえ、でも噂によると会場超いいらしいみたいな。ねえ、ね、だけどどんどん寒くなってきたけんさ、確かにスタッフさんも風邪ひかんようにね、してほしいしね。ほんで見に来るみんなもね、一応中じゃけど、外みたいな温度感の時もあるし、あるし、けどまあライブになったら暑くなるし、でも帰る時汗で寒くなるし、だからあの洋服はちょっと多めに持ってくるといいかもしれない。そうだね、あとグッズも、あったかグッズも作ったし、いろいろあるタオルもあるし、T シャツも売っとる、あるし、いろいろその場で揃いますね。全部揃う、大丈夫。だけどまあ何も持ってこんでもええわ、はい、皆さんからの書き込みも引き続きお待ちしています。みんなね、たくさんね、パフィーム研究員の3人のね、はい、書き込み相談答えてくれて、はいはい、俺お風呂ずっと長居できないから、だからあーちゃんその必ずのぼせちゃうのが、はいはい、そんなに俺入ったことねえなって思ってさ、あんまりでも長いし、男はあんましないかもしれないけどね。まあそうか、男女の違いもあるかそれ。肉じゃがだからまあいや、あのとりあえずでよ、はい、で、はい、これ今週末がね、これ木曜金曜と、はい、名古屋ドーム、そして11月12日土曜日が福岡ヤフオクドーム。何があるかっつうと、Perfume6 ツアー2016コズミックエクスプローラードームエディションでしょうが。え、木曜日もあるんでしょ、はい、金曜日もあるんだよね、はい、俺はもうね金曜日かな、もう一瞬でもいいよ、もうあれ一瞬たりとでもいいじゃない、だって、はい、もしかしたら全部は見ることできないかもしれないけれども、まあまあまあ、そうですよね、はい、行っちゃ、あれ行く、見ちゃ大丈夫ですか。行けますか。いいじゃん、途中退出あるかもしれない、でも見ちゃう、え、途中退出、あ、しょうがないじゃん、え、まあ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 、まあ、だけどもしょうがないじゃん、ドームエディションだって全然今日の話聞いたら書き込みとかもさ、はい、なんかセットリストも違うとかって言ってるし、はい、はい、みんな来るよ、タイムも歌うから絶対絶対だって、これせーの、怖い、マイク違う、歌ったら歌えちゃう、名古屋で会おう。明日のこの時間はモクロブロックの新ロスの代表アレキサンドロス先生が登場、アレキサンドロックス。